小樽散歩クイズツアー、わあ。歩きながら小樽の歴史などを学びつつ、行く先々で出されるクイズに答えてもらいます。つまりミステリーハンター的な。まあそういうことだね。日本初の銀行を創設した小樽にもゆかりのあるその人物とは誰でしょう。小樽にゆかりのある人が一万円札になるの。よしこって誰。ヨシコ誰これ。アヒコじゃないんですよ。やったらヨシコかな思って。鈴木宗男さん。確か鈴木やった気がするね。先ほど出てきた渋沢栄一ですが、はい、倉庫業にも投資をしていました。倉庫今走行だと思ったし、うん、なんか走ったの。今後ろにある、はい、ちょうど後ろにある2つの倉庫が渋沢倉庫です。渋沢倉庫って書いてある。渋沢ってああいう字なんだね。まやん、なんかあのマークが何のマークなんかな。なんだろうね。小樽には全部で4つの渋沢倉庫があります。はい、倉庫業やってたのに4つしかないの。もっといっぱいあるんじゃないの。欲しがらないで。じゃあさ、数は欲しがらないで。問題です。はい、この小樽運河っぱは何に乗ってやってきたでしょう。何に乗ってやってきた。何、外来種なの。選択肢があります。運河っぱ、あの運と河っぱの間に点入ってるタイプかもしれない。そういうこと。運河っぱミドルネームみたいな。そう1番、はい、北前船、今出てきたやつですね。あの安いものね、高く売るのね、はいはい、2番、ガラスの浮き玉。うん、なんかいきなりファンタジー。3番ちょっとおしゃれな感じの。ニシン。あおー。ニシンってちなみにサイズどのくらいなの。うんとね、このぐらい。あーね、このくらいかな。なるほど、超巨大ニシンか。ぬか漬けにするとうまい。あー何のヒントにもならん。朝ごはんで出てきたらご飯進むから。あーなるほど、そういう感じ。ニシンか、ニシンか船か、ガラスの浮き玉っていうのはなんか本当にね、ガラスのこういう丸いやつに、なんかちょっとね、縄が縛り付けてあるやつが小樽に売ってる。あ、なんかビー玉買ったかな。そう、近い。あー、そうなんだ。でもビー玉よりは多分でかいと思うよ。なんだろうね、ニシンか浮き玉か北前船でしょ、うん、個人的には北前船で来てほしいよね。あー、つまり外来種。すごいな。いやでも魚にまたがってそうじゃない、このビジュアル。近くはある。ニシン、できましたか。はい、では一斉にどうぞ。のせーの、ニシンの大群。あ、大群、うん、あの片足に両足にこう乗っけてきたんかな。またがるには多分ちっちゃいから。なるほどね。そうそうそう、やっぱ私ちょっと漁師感覚ちょっと北前船。これ運河っぱ。これ上の何。これ皿。これサラさ、これこれちょっとなんか凛々しい感じの顔してるでしょ。下前です。正解は残念、2番のガラスの浮き玉です。全然わからないですか。ガラスの浮き玉だったんだ。よく見ると、はい、持ち歩いてます。あ、本当だ。ほんまうちら全然見てなさすぎじゃない。なんか普通にちっちゃめのカバン感もうたおしゃれだね。最近あの流行りのスマホしか入んないでしょ。
人気の観光地もあって、海外からの観光客も目立っていますね。いっぱいいる。すごいあのオーロラみたいな色してる。ずっと気になってるそれ。ずっと気になってる。どこで買ってきたんだろう。みんな派手だね。そうだね。私も言えないですけど。そうね。金色の。そう、ね。とりあえず金来たら優勝やろみたいな。どこから来たの？あ、私は大阪。ようこそ。ベンザブロックの私は鼻から私は喉から進まね世界に目を向けると、はい、小樽にも姉妹都市がいくつかあります。あ、そうなんだ。そこで問題です、はい、姉妹都市のある国を選んでください。え、こっきむずい。ロシア。こっちロシアね。ニュージーランド。ニュージーランド。韓国。韓国。姉妹都市ってなんだっけ。仲いいみたいな感じ。あ、そういう感じ。お姉ちゃんがどっち。お姉ちゃん。お姉ちゃんはやっぱ世界方じゃない、うん、でも韓国やったらあながち妹の可能性も出てくる。おっぱー、はい、ロシア、ニュージーランド。そこが問題ではないか。どっちが姉か妹かっていう話ではない。どっちとも結んでない可能性の方がある。なるほどね。わかった。ここかな。じゃこれ結構自信ある。はい、いいですか。はい、では一斉にどうぞ。の。キーヤンベ。お、揃った。ニュージーランド。2人とも正解です。あ、本当。ただし正解は全部です。あ、全部なの。あ、そうなんだ。1個だからだ。あ、そうなんだ。まあ、1個正解なので1ポイントずつ、はい、1ポイント。あ、3つ書いたら3ポイントだったんか。そっか、全部っていうことを書いたら、うん、でもこれやられたね。全部っていう、これちょっとなかなか1つとは言ってない。あ、そしてさっき姉妹都市がいくつかありますって私は言いました。うちは強い。ゆかい、ゆかい、どっちが上かな。どっちが姉ちゃんかな。そこじゃないんだわ。よーしよ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 し。先ほど出てきた小樽生き物語、そのイベント期間中はガラスの街小樽にふさわしいイメージシンボルが展示されています。ガラスの街なの。初耳。皆さん、あの、何回も聞いてますけど住んでたんですよ、ね、割と初耳。ここで問題です。はい、小樽のガラス産業を生かしたシンボル丸々タワー、一体何タワーでしょう。あ、わかった。え、全然ピンとこへん。ガラス。飲んで飲んで飲んで。ガラスでできたとあるもので作られたタワー。バレーな。これアドバンテージが高かった。タワーと言われたら一旦小樽、考えなく。これじゃないかな。せーの、グラスタワー、シャンパンタワー。飲んで飲んで飲んで。ホストの声が聞こえたから。では正解はこの中にあります、はい、実物を見てみましょう。レッツゴー。正解はワイングラスタワーでした。あ、じゃあどっちが違うんですか。でも私お酒ですよ一応。私グラスタワーだよ。これポイントポイント。え、絵が。私グラスタワーでもう消しちゃった。絵が入ってますこれ。消しちゃったのね。そう、消しちゃった、消したということは向こう。いや、おかしいおかしい。ちょっと黙っててもらっていい。じゃあ2人とも1ポイントずつ。え、ちょっと待って、私ワインはなかったけどグラスはあった。これを想像してた。そう、ちゃんと、うん、え、でももうけ、あの、あれがないよ。想像してた。証拠がない。想像してた。証拠がない。使えますか。まっさら。それ使える。使えるよ。まっさらまっさら。使えます。やめるときも使えかなときも。じゃあ2ポイント。しょ。いや、私もですよね。次行きましょう。ここで突如一つの事件が発生した。言えない
気持ちをリボンで結んだ。キリオと笑ってハートの形はあなただけ。切ない気持ちはビターに託した。嘘よと茶化して月よとメッセージ残した。ここで突如一つの事件が発生した。最終問題である次の問題の動画が消えていたのである。撮影中はスタッフや出演者も交え、その都度データのチェックをしていたにもかかわらず、なぜか最終問題とそれを答える動画の途中までがカメラからきれいに消えていたのである。
これは番組始まって以来の会議であった。ちなみに最終問題は先ほどのワイングラスタワーに使用されているワイングラスの数はというものである。正解に近い方が当たりとしてその個数分のポイントがもらえ、ピタリ賞では2000ポイントもらえるというなんともバラエティらしい問題であったが、純は1000個、三春は3000個と予想。そして正解は2000個であった。2000なわけじゃん、うん、過ぎたらダメじゃん。そんなことない、ね、そんなことない、うん、今全視聴者の声が聞こえたのあでしたおい純、うん、限界値超えてこ。そんなんあり、そうだよね、2000が上限でしたでしょ。なんで3000って書いた。上限とは言ってないけど、ピタリに当てたら2000だよっていうのを言ったのね。あ、そうだよね、うん、まあ、つまりうちらがちゃんと人の話聞いてなかったんだけど、うん、けどやっぱ限界超えた方がこの世界勝つんで、ちょっとビビってちっちゃめいくよりはやっぱこうはみ出してもいいから上目指していかないと。もうさ、ジュンさん、この3000ってやつトラウマ持ってんだけどということは、じゃあ 2000やったからどっちもニアピン賞としたらそれぞれポイントが入るって言ってたし。あ、2000も入るの。ジュンさんは1000ポイント入ります。あ、そう。でもミハルさんは3000入りますということね。つまり何も勝者ミハルさんです。これ大逆転。最後の問題だけが一番重要なんだよ。この後にお二人にはご褒美が待っております。あ、どっちもあるから。あ、そうだよ、褒美が。
勝者にはこの館内で美味しいソフトクリームと温かい飲み物を、敗者にはこの真冬の北海道を体感しながらソフトクリームを食べていただきます。外で食べるか中で食べるか。あー確かにどっちにもありのある。そうだね。でも今日さ見て晴れてるの、これ吹雪だったらえげつないよ。あー確かに。まだちょっとね、でもなんかダイブできそうなとこあったじゃん。あの座り黙ってこの人とんでもないぞこれ。こうしてこううるさいよ。あー美味しいな。やっぱカフェラテと食べるアイスは最高っすね。じゅんさんのところで何やってるんですかね、あれ。なんで外で食べてるんですかね。北海道人みんなあんな感じで外でアイス食べてる。ちょっと凍えてません。